皆さんこんにちは、淡井圭介です。で、こんばんは、淡井圭介です。本日2024年、9月7日、19時52分です。9月5日法廷のあった日ですが、まあ、睡眠時間が2時間しか、得れなくてと。で、まあ、その日帰ってきてから睡眠薬なしでも、まあ、眠れそうになっていまして、23時から0時00までの間、3回こう、ふーっと寝かけたんですけども、3回とも、音、ドンっていう音を聞かされて、まあ、電波の方ですね。で、まあ、コンピューターさんの方が、その、深くこだわってるのか、人間がこだわってるのか、多分まあ、コンピューターさんの方だと思うんですけども、まあ、さらにその後、まあ、別に怒ってない声なんですけども、まあ、普通の声の、秋篠宮佳子様の声を聞かせてくると、まあ、佳子ちゃんの声を聞かせてくると。で、まあ、普段は、佳子ちゃんの声が聞こえてくることっていうのはまずないんですよ。で、コンピューターが勘違いしてるのか、人間が勘違いしてるのかわからないですけども、僕は睡眠時間たくさん寝てる時の方が、台風消滅ってうまくいってるんですよ。で、台風の弱体化だとか、で、他の考え方とか、多分コンピューターか人間かがよぎって、その、眠れなくなってるか、晴れになってるんじゃないんですよ。それ考え方全然違うんですよ。で、その辺が要因になって、例えば台風11号がああいう風な形になっているのか、だからまあ途中で、まあ、一応コンピューターさんに向かって言ってるんですけども、まあ、寝床で、まあ、その自分の睡眠時間しっかり得れる時の方が防災うまくいってると。で、一応それを言って、まあ、それでも まだコンピューターがこだわってきて、まあ、結局0時00過ぎに天の神様への世界中の人たちへの安全のお祈りをして、で、まあ、その後寝てるんですけども、睡眠薬なしでも寝れそうにはなってたんですよ。で、その日はスポーツの試合を危険ということでホームページに記載していて、まあ、裁判所に提出した書類の内容、まあ、その日に、その内容とかを見てもらった時に、まあ、私から見たら、まあ、プロ野球界からの得点がいってるなと。プロ野球界のその得点量が減ってますから、全チームのトータル的な得点量が。で、まあ一応それを言った後、今度音がどうなったかっていうと、まあ1階の多分空き部屋だと思うんですけども、まあそういうふうなところで音が鳴ってるという現象です。まあ以前も同じような現象があったんですけども、その時の声が佳子ちゃんだったかどうかも覚えてないんですけども、まあまあ9月2日に佳子ちゃんと会って、まあ、会ったといえば会ったという形になります。ただし、まあ、話し合いらしい話し合いは何もできてないので、何も物事が、まあ、しいっていう声が聞こえてきてるんですけども、まあ、それは佳子ちゃんでなくて、紀子様の方の声なんですが、まあ、一応言っておいた方がいいかなと。まあ、言っても、それを覚えてなかったら、いざという時、とっさの時に、まあ、役に立つかどうかっていうところなんです。まあ、けどこれを記録しておいた方が、まあ、自分でもどこで、何月何日みたいなところだけでも理解しておかなかったらというところですね。で、まあ、その辺のところも僕も結局最終的にどうしたらいいのかよくわからないっていうところが現実で、まあここで喋ってるこの内容でやっぱりこの辺とかある程度さらに、まあやられてしまってるなっていうところはあります。で、まあその就職 の件とかがそのはっきり決まったら仕事の件がですね、まあ一応
11月中旬下旬、それぐらいを目処に、まあ、土日祝日が休みの仕事の面接に行きましたから、まあ、その10月1日から働き始めて、翌月の15日にお給料が入ってということになりますから、まあ、ギリギリ11月の中旬下旬どちらかに行けるかなと、まあ、土日祝日になってくるんですけども、まあ、まあ、それは直接どうしましょう、郵送しましょうか。今の紀子様のお声でしっていう声が聞こえてきていましたので、まあ受け取り拒否になってたのは皇居で、まあ秋篠宮邸の方には、あの佳子ちゃん宛への内容だとかそういったものは届いてましたので、で、まあ、あの皇居行って、まあ、今年だとされてる工芸品、去年でしたっけ、工芸品の、まあ、あの花の展示とかいろいろあったので、ちょっとごちゃごちゃになってるんですけども、まあ、佳子ちゃんの顔が多分愛子ちゃんが入ってるなというような、まあ、愛子様が入ってるなというような、顔に、まあ、見受けられました。だまあそういった部分とかもあるのかなという部分もありますし、はい、一回ちょっとやっぱり気持ちどっか切り替えて、まあまあ動画でも例えば、グレイのメンバーの人たちと受け答えだとか、何かそういうふうなところがなかったら、やっぱりもう精神的に潰れますね。裁判所行った時も、今の段階でも証人尋問はありませんっていう、内容でしたので、まあ、かといって、まあ、為替相場が円高の方にぶれてるところが、まあ、僕からしたらちょっとわからないところで、もともと多分、河川水門開始玉発電とか、地下水、まあ、河川水門開始玉発電、地下水流トンネル発電、これらのところで、まあ、特許を云々で、為替相場に影響が出てくるがあったと思うんです。で、まあ、その、まあ、他の、バイオマス関係、まあ、メタンガスですね、そういったところの設置など、まあ、政府の方がどういうふうな判断をしているのかっていうところが、まあ、その辺のところを詳しく話したことがないので、わからないんですよ。で、まあ、今日は池上彰のニュース、そうだったか、もう今頃始まってる時間帯なんですけど、一応見てみようと思っています。ただ、もうある程度、いずれの内容は放送されている可能性は高いなと、池上彰さんも70後半ですから、ウィキペディアで確認すると、昔、そういえば、例えばホテルオークラ神戸のメインバーで、会った時、池上彰さん、まあ、多分その前にも会ったことあると思うんですけども、会いに来てくれて、まあ、テレビに出演するようなことを進めてきてくれたんですよ。で、まあ、それは1997年8年フルーツラーパークで勤務してる時にも、まあ、辛坊治郎さんとかにも勧めてきていただいて、それはもう阪神・淡路大震災の被災者としてです。で、まあ、その辺に関しては、その9月5日に提出した書類で、新湊川の河川の底をしっかりと整備してから、神戸市内で大きな地震が発生してるかって言ったらないんですよ。ここもう30年ぐらい、経過してますけども。で、30年近くですね。で、まあ、その当時から言われてたんですけども、これで河川の底をしっかりと整備してみたら、答えがわかると。で、兵庫県の、まあ、加古川とか向こう川とかでも、ただ見受けられるんですけども、水の流れてる量が3分の2ほど消失していると。いろんな地点でです。で、それによって、地震の発生してる地点とかを見たら、やっぱり河川の近くなんですよ。山の奥であったとしても。その上流であったりだとか、支流であったりだとか。だからまあ、そのあたりがまあ原因になってるなっていうのはもう明確で、まあ、あとは資源の採掘ですね。だから能登半島のところは多分両方だと思うんですよ。地面の底へ、河川から、まあ、宮崎県のその、この間、震度4ぐらいの地震なんですが、まあ、震度6という表記が出てましたけども、
まあ、あのテレビの放送の仕方も揺れ方を見たら分かりますから、まあそれはちょっと、なぜそういう放送しか倒しているのか全然わからないんですが、まあ、震度6と最初表記して、後から震度5強だとか5弱っていうのは今まで結構あります。一瞬の最初の判断でそのコンピューターが計測を出してきて、それから人間の目で見て揺れてる状況とかを見てから新しく震度が発表されたりするっていうのは、これが元々の形式なんですよ。で、まあちょっと今日も話がちょっと広がりすぎてるんですけども、まあかこちゃんのことは大好きですし、その11月のいつぐらいに秋篠宮邸行くのかっていうのを、郵送しようと思って、さすがにまあそれぐらいのことは、郵送しようと思っています。まあいろんなメッセージ込めてブルーレイで送ろうかなと思ってるんですけども、まあちょっと容量多くなるかもしれませんけども、ブルーレイ1枚で、まあ、25GB ほど入りますので、まあそうした方がいいかなと思いまして、まあ、今回は公開用ということで、メッセージをお伝えさせていただきました。まあ、まあ、前からその音とかで無理やり、起こされたりしてる部分とかあって、まあ、この間の9月2日の日に、その、かこちゃんの皮膚を見たときに、僕と同じみたいな皮膚の状態になってましたので、そのスポーツともあんまり関わらない方がいいというような形で、僕はまあ物事を見ていますし、これも本当難しいんですよ。この間ガスメーターの検診に来られた方に、まあ、僕は家で行ってるその辺から拾ってきた枝とかで、まあ、火を起こして枯れてる草かな、小さな枝から、火をつけていって、で太い枝とかに、まあ、そこまでいくと、まあ、薪と呼んでもいいぐらいのものだと思うんですけども、まあ、火をつけて、うちわで仰いで、まあ、野菜を湯がいたりだとかそうめんを湯がいたりだとかしてるんですけども、そのことをこの間ガスメーターの検診されている方に言ったとき、その方の皮膚が、顔の、皮膚がだいぶ睡眠不足の状態のような皮膚になってたんですよ。自宅を来られたときは全然しっかり睡眠を得ていて、普通の綺麗な皮膚をされていたんですけど、かといって真っ白っていうような状態ほどの皮膚でもなくて、まあ普通に睡眠時間をしっかりと得ていて、まあ、それ相応の年齢の、まあ、皮膚であると。で、まあ、そういうような現象も見受けられますので、僕も8月9日に関しては、朝起きた時、皮膚綺麗だったんですよ。で、あきこちゃんらしき人物に、まあ、あれこれ言ってああなったのかどうなったのか、まあ、他の日も肌が皮膚が綺麗になってる日とかあるんですよ。多分春山整骨院の影響云々とかでもそうなってるような気がするんですよ。その綺麗になってる皮膚が、違う内容になってたりだとか、まあ、ちょっといろいろ難しい部分はあります。まあだから例えばオリンピックで言うと抜け出そうということをホームページに記載していたとしても抜け出せていなかったりだとか、まあそういうことがありますので、まあ一応メッセージ送らせて、いただきました。長々とご視聴ありがとうございます。以上です。